今回は横須賀海軍カレーラーメンを食べていきたいと思います。それでは開けてお湯を入れたいと思います。横須賀ですからね、本当に伝統のあるところですね。本当に麺はこんな感じですね。具も入ってます。お湯を入れて4分ですかね。これですか、海軍カレーラーメンというところで、カレーの町横須賀というところで、町全体で推してるんですかね。こちら明治41年発行、海軍割烹術参考書のレシピをアレンジしたラーメンというところで、もうだいぶ前の話ですね。これ100年ぐらい前の話ですかね。この、で、横須賀海軍カレーの名店魚卵亭監修というところで、結構気になるところですね。やっぱりこういうふうに店の名前を出してるから、やっぱりだいぶ力を入れてるとは思うんですけどね。大体まあ普通はカレーですけどね、カレーラーメンっていうのはまたちょっと珍しいところだと思いますね。ここにも書いてありますけど、明治41年発行の海軍割烹術参考書に記されたカレーライスを現代に再現した横須賀海軍カレーというところで、店はカレーなんですね。多分カレーの町横須賀、魚卵亭はカレーの町横須賀認定第1号店。お店で提供される横須賀海軍カレーは昔ながらの懐かしい味が人気ですというところで、ちょっとここは行ったことないんですけど、1号店でってからにはもう本当にここが標準というとあれですけど、ここから派生してたようなイメージですかね。やっぱりなかなかそういうような名店っていうのは珍しいと思いますね。意外とカロリーが少なくて252キロカロリーですね。全然ですね。おにぎり1個分ぐらいですよ。ちょっと大きめのおにぎりですかね。麺はちょっと多めで 4.2g なんで、あれなんですけど。うん。で、具材の方なんですけど、まあ即席カップラーメン、カップ麺で、油揚げ麺ですね。この辺りはおなじみですけど。面白いやつ入ってますかね。スープは食塩と香味調味料、カレー粉、オニオン、カレー粉とポーク調味料とビーフ調味料と、もういろいろ入ってますね。ポークとビーフですね。両方入ってますね。で、おからパウダーも入ってますね。これは面白いですね。当時から入ってたんですかね、おからパウダー。ちょっと初めて聞きますね。うん。カラーパウダーと乳糖を主原料とする食品、オニオンパウダー、乳化油脂とオニオンエキス、砂糖、澱粉、香辛料、全卵粉。まあこの辺りはイメージつきますけどね。カラーパウダーとか、ね、なかなか効かないですね。で、火薬は、さっきのポテトだったみたいですね。火薬はポテト、味付け、鶏肉、そぼろ、人参、玉ねぎと。四角いのがポテトだったんですね。まあポテトって書くのもあれですけどね。じゃがいもですよね、多分。なんか言葉で かなかわかんないですけど。それではちょっと4分ぐらい経ちましたんで、食べていきたいと思います。出来たてですね。ちょっとお湯が少なかったですかね。ちょっと微妙ですけど、まあでもちょっと濃いめでいいんじゃないですかね。若干どうなんですかね。足りなかったですかね。ちょっと少なめですかね、やっぱり。うん、ちょっと、ボリュームは少なめですけど、
美味しそうな匂いがしてますね。やっぱカレーの独特そうですね。横須賀カレーかどうかわかんないですけど、それではいただきます。美味しいですね、なかなか。やっぱ量が少なめなんですけど、普通に美味しいカレーラーメンって感じですね。ちょっと横須賀良さは分かんないですけどね、美味しいからいいですけどね。なかなかこのねっとり感もいいですしね。ちょっとおからパウダーのちょっと感じは分かんないですけど、濃厚な味ですね。こちらがポテトですね。ただのじゃがいもだと思いますけど、相性抜群ですね。なかなかカレーラーメンっていうのは当たり外れが激しいんですけど、これは当たりの方ですかね、やっぱり。若干ちょっと高いだけありますけど。横須賀らしいかっていうと微妙ですけどね。やっぱり普通の美味しいカレーラーメンってとこですね。ちょっとちっちゃいんですけど、鶏そろばも入ってて、ビーフエキスとポークエキスと鶏も入って、すごいですね。贅沢な感じですね。美味しかったですね。食べちゃいました。味としてはやっぱり普通の給食のカレーを思い出す感じですかね。最近のスパイシーなカレーとはちょっと違って優しい感じのカレーなんで、なかなか万人受けするような味なんでいいと思いますね。以上、横須賀海軍カレーラーメンを食べてみました。ご視聴ありがとうございました。